僕にはかつて彼女というものが存在したことがある。ありふれたカップルはありふれたすれ違いの末別れ、そして再会した僕たちは。イリド君。はい、アウト。兄弟は名字で呼び合わない。僕たちは兄弟になった。最悪なことに。私たちはこれから前の関係を隠して、そこそこ仲良しの義理の兄弟として暮らしていかなければならない。君の弟になるとかまっぴらごめんだ。イリド君ってユメちゃんにはすっごく優しいんだね。え、どこが？どこがだろうね。入学直後のイリドイメブラコン宣言を本物にするのさ。私がミズト君をラブ？申し訳ありませんけど、それは勘違いなのでは。君と僕とではここの出来が違う。福島、そんな意地悪言わなかったのに。そういうところが、そういうところが嫌いなのよ。テレビアニメ「ママ母の連れ子」が元カノだった。7月放送開始、